はい、ダイブインということ永田です。ということで後編斉藤さんバージョンでございますが、はい、まだ聞き足りてないこともいっぱいありますので聞いていきたいなと思います。まあ、ちょっと簡単にまた初めましての方もいると思いますのでお名前をお願いします。はい、ダイブイントゥコードのウェブエンジニアコースの講師をしている斉藤と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。なんかこう筋トレ好きとかもいろいろ聞いてまいりましたけれどもまあやっぱりこれ見てる方エンジニアになるかならないかみたいなところで悩んでる方も多いと思いますので、エンジニアとしてこう活躍するためにどうしたらいいのみたいなこともですね質問いくつかもらってきましたので聞いていきたいなと思っております。で、まあね、今まで見てきた経験の中で答えていただければみんなの役に立つんじゃないかと思いますんで、はい、ではですね早速なんですけど、なんかエンジニアとしてすごい活躍していきそうだなとか、こう学習の進捗早いなこの人活躍しそうだなっていう人の特徴とかあればぜひお伺いしたいんですけど、はい、なんかあります？まず共通しているのはすごい好奇心が高くて、うん、でその好奇心に対してブレーキをかけない人、まだやってないからとかもうちょっと分かってからやろうかなとかっていうようなブレーキがあまりかからない人、はい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 、もう好奇心があってこれ興味あるなって思ったらもうそこにいきなりもうバンとあの当たり始めるというか、はいはい、もうそこに触り始めたりとかできるような人っていうのは共通してすごい、あ、伸びるなっていうような印象を受けます、ね、いいですね。僕は好奇心強いかなって自分では思ってるんですけど、はい、よくあるのがいろんなものに飛びつきすぎちゃって、はい、全部中途半端みたいなことになるんですけど、そういうのってどうしたらいいですか？そうですね、あのやっぱり好奇心ベースで動くっていうのもそうなんですけど、やるべきことっていうのは当然あるので、うまくストックをしておくっていうのはコツでもあるかなと思っています。まあ、例えば今カリキュラムをやっていて、カリキュラムに関連性のある興味のある技術とかであればちょっと余裕が出てきたタイミングで触るっていうのは問題ないと思います。もうそもそも別の言語で、あ、こういうのがあるらしいみたいなものっていうのは一通りカリキュラムが終わりました、卒業しましたとかっていう時に飛びつくためにストックをしておくっていうのが大事かなと思うので、何に興味があるのかっていうのが思いついたらもうすぐどっかしらに書いておく。でそうすることによってカリキュラム終わった後に、あ、じゃあ次何しようっていう風になるタイミングがあまりなく、うん、よし、ようやくあの時気になってたあれが触れるみたいな形になれるかなと。なるほど、気になるリストみたいなの作っておいて、そこからあ、ちょっと余裕あるかもしれないぞって時に勉強し始めたりとかっていうのが良さそうってことですね。そうですね、うん、もうそれこそようやく触れるっていう風なテンションになれるのって確かにあのすごい前のめりでできる、確かにやらなきゃじゃなくてやりたいそうですねっていうスタンスでできるかな。おー、なんかそれめちゃめちゃいいなと思いましたもうなんかやってみようかな。ありがとうございます。なんかあとは逆に好奇心ってどうやって持ったらいいのって人も多分いると思うんですよね。なかなか今のことで精一杯だったりとか、いや言うて情報収集とか難しいなとか、なんかそういう何に飛びつけばいいか分かんないって悩んでる方もいると思うんですけど、そういう方とかになんてアドバイスされますか？そもそも何に触るべきかとか、どうやって好奇心を見つけるかとか、うん、そういったものに関してはもうそれこそいろんな方法あると思っていて、例えば同期の人がポロッと言った一言の中に見知らぬ単語があった、うん、まあ、そういったものって後でこっそり調べたりして、 あ、こういう技術あるんだ、あの人言ってたってちょっと触ったのかなっていうようなライバル心じゃないですか、そういうのも出てくると思いますし、 あとはそれこそなんか先輩の人たちとか卒業発表会とか、はい、そういったイベントごとに参加した時に出てくるような技術っていうのを、あ、これいずれ触るかもなっていうようなリストに入れておくとか、はい、まあ、あとはネットサーフィンとか当然プログラミングしててわからない時に調べて、うん、まあ、いろんな聞いたとか記事が出てくると思うんですけど、うん、まあ、そういったものを見てると関連する記事とかで結構いろいろ出てくると思うので、はいはい、まあ、それをストックしておいたりとかするとやりたいことっていうのが自然と溜まってくる気はしているので、なるほど、まあ、それベースで始めていくというか。じゃあまずはアンテナを張るっていうところから、好奇心を持たなきゃいけないってやっちゃうと難しいけど、そうですね、気になったこととか分かんないなって思ったことをまず貯めていって、その中でも気になることがあれば時間空いた時にやってみるみたいな、そんな感じでもいいんですかね？そうですね、うん、もうやらなきゃっていう風になったら多分タスク化してしまうと思うんですよ。やりたいがやらなきゃみたいな、はいはい、なのでちょっともったいないかなと思うので、やりたいベースで探していく。なるほど、確かにそれだったらね、もちろんみんな多分こうエンジニアになろうと思ってる方たちっていうのは少なから自分の意思としてこうやっていきたいぞっていう思いを持ってる方が多いと思うので、まあ、その思いと同じようにやりたいと思えるような状況を作っていくっていうのが一つ大事なポイントなのかもしれないですね。はい、なるほど。
ありがとうございます。あとはエンジニアとして大事な心意気というかマインドみたいなのって何かありますかね。ここだけは持っといた方がいいよみたいな。まあやっぱりアウトプットをするっていうのも大事だし、うん、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、うんうん、分からないところがあったりとか気になることがあった時に恥ずかしがらずに人に聞けるっていうのはすごい大事かなと。なるほど。やっぱりこういろいろな人を見てきていると、はい、聞くは一時の恥じゃないですけど、うん、まあ、それこそ気になった時にすぐ突っ込める人とか、はいはい、分からない後で調べなきゃって言って、うん、結局後回しにした場合って、はい、なかなか触る機会ないと思うんですけど、気になったらすぐに聞けるとか、うん、同期の人に聞くっていうのってなかなかまあ難しく感じる方もいると思うんですけど、はい、一瞬それを聞くことができれば、うん、すぐに自分のモヤモヤって解消できると思うので、うんうん、まあ、そういったところをバンバンできる人っていうのはすごい大事だと思います。なるほど、確かにそれはね、やっぱりみんな成長してほしいと思ってるし、こっちも質問してほしいと思ってるし、成長したいと思ってるんだったら、なんかその質問どうしようっていうところの悩みで成長阻害しちゃうのもったいないですよね。そうですね、うん、多分そういう悩みをする時間っていうのもちょっともったいないかなと思うので、思いついたらすぐパッと動けるというか。確かにあの話聞きましたけど、質問の時間を決めて15分悩んだらもう聞いちゃおうっていう風にやってみるっていうのは一つの大事なマインドなのかもしれないですね。そうですね、もうタイムリミットがあるっていうことはそこでなんとかクリアしたいって気持ちも絶対生まれると思うので、なんか失敗を恐れずにまずはこうどんどん好奇心のままに聞いていくっていう、そのがマインドとして大事だなと今の話ですね。卒業生さんとかでも働いている方、もちろん今エンジニアとして働いている方っていらっしゃると思うんですけど、なんかこう共通して重要な能力みたいなスキルとか、こんなの持っていくとすごく生き生きと活躍してるんじゃないかなってこう見られるのはあると思うんですけど、どうですかね。見られてる中で感じることって大丈夫ですか。自分の作ったものとか、まあ、そういったものっていうのを作りっぱなしで終わりではなくて、こうしたいな、ああしたいなっていうものをどんどんこれまで作ったものに対して付け足していったりだとか、作りっぱなしにならないっていうところはすごくいいかなと思いますね。まあ、新しいものをまた別で作っていくっていうのが大事だと思うんですけれども、はい、まあ、やっぱり半年前に作ったポートフォリオをそのままにしているとかちょっともったいないなって思っちゃう部分あるので、うんうん、まあ、そういったことをちょっとブラッシュアップして仕事以外でこれも作りつつ、うん、仕事では別の技術触ってたりだとかっていうのは、もうそれこそコーディングしたりとか、まあ、そういったことっていうのを趣味になりつつあるのかなっていう気はしてるので、はいはい、じゃあ仕事としか捉えないわけじゃなくて、ちゃんとこう自分の生活の中に取り入れちゃって、日々の情報収集からこういうことやってみたいなって思ったらまずはチャレンジしてみるみたいな、そういうのが大事そうですね、はい、ちなみになんか情報収集大事なんだろうなって今の話とかでも思ったんですけど、こういう書籍おすすめだよとか、まあ、こういうメディアとかでもなんかおすすめだよみたいなのあればぜひ教えてほしいです。そうですね、 Ruby の書籍とかで言うと、うん、すごい新しい知識を持ってくるっていうものとは違うと思うんですけれども、うんうん、プロを目指す人のための Ruby 入門っていう書籍があって、うんうん、まあ、いわゆるチェリー本って呼ばれてる、表紙がさくらんぼの絵が書いてあるやつなんですけども、はい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 、それはあのいわゆるうちのフルタイムコースのカリキュラムでも使われているものですが、すごい評価が高いなと思っていて、はい、実際に自分も思っているんですけども、全部一から読まなきゃいけないっていうよりは、普通のエンジニアさんとかでも机に一冊置いておいて辞書代わりに使う、まあ、そういった使い方もできるし、初学者中級者ぐらいの方が頭から読んでいっても、はい、いろんな深い知識を得ることができたりするので、すごい便利でですね、あで、まさに今から Ruby 勉強するぞっていうことのバイブルになるような本なんですね。そうですね、はい、なるほど、いいですね、ありがとうございます。学習の、まあ、やっぱり勉強していく中で言うと効率よく学びたいなって思うものなのかなってみんな思うんですけど、そんなうまい話ないよっていうのでも構いませんけど何かいい勉強方法とかってあったりするんですか。そうですね、まあ正直自分が学習していた時は、うん、今振り返るとめちゃくちゃ効率悪かったなと思ってるんですけど、はい、もうやっぱり今になってそれを踏まえた上で数学習としては、暗記をしようとしないっていうのはすごい大事かなと思ってます。これはいろんな方に言ってることでもあるんですけども、いつ使うかわからない知識っていうのは頭ごなしに暗記していくってあんまり良くないと思って、まあ、例えば高校受験大学受験とかで皆さんこう英単語単語帳とか使ってめちゃくちゃ覚えたりしたと思うんですけど、それって今どれぐらい覚えてて使えてるかっていうとほぼほぼ忘れてると思う。思うんですよ、はい、まあ、それってなんでかっていうと、多分ですけどいつ喋る単語でいつ使われるのかっていうのはあまりイメージできないまま頭ごなしに覚えたからなんですよね。
ね。それよりこの単語ってどうやったら伝わるんだろうって思ったタイミングで調べて、あ、こう言えばいいのねっていうふうに調べた英単語とか多分頭の中に結構残ると思うんですよ、はい、プログラミングもそれと一緒で頭ごなしに覚えていくよりはこれやりたいな、あれ実装したいなっていう時にじゃあどうすればできるかなで調べたものっていうのが一番頭に残ると思うので。なるほど。とはいえ暗記しなきゃいけないものはないとは言い切れないんですけども基礎の基礎はちょっと頭の中に詰め込みつつ、うんうん、それプラスアルファの内容とかっていうのはあの必要なタイミングで別に調べればいいじゃんっていうふうに思えるっていうのは大事だと思います。なんか暗記苦手な僕としてはすごく今のなんか心強いアドバイスだなと思いますね。確かに使ってみなきゃそのものの大切さとかあんま分かんないですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。最後になってくるんですけれども、まあ、これを見てる動画を見てる方々に対して自分大丈夫なのかな、できるのかなって思ってる方もいると思うんですよ。で、まあ、あとは勉強も続けていく中でこれままやっていけるのかなってやっぱ不安になる瞬間あると思うんです。そういった方々にですね一言ちょっとアドバイスをいただけると嬉しいなと思うんですけど、はい、皆さんこう新しいものを始めるタイミングってやっぱりちょっと怖い部分があったりとか、こうなりたいなって目標も同時に持っていたりとかすると思うんですけど、まあ、やっぱりそこで一歩踏み出せる人が最後までやり遂げるっていうところのスタートラインに立てると思っているので、まずは飛び込んでいただければそこからどんどん次の一手が見えてくるかなと思うので、そこはあの勇気を持って来ていただければなと思っています。ありがとうございます。はい、ではここまでお話伺ってきました。ぜひですね今日のお話が参考になったなと思う方は高評価、チャンネル登録もぜひしていただいて、まあこういうことも聞いてみたいなという質問とかがあればですね、感想でも構いません、コメントいただけたら嬉しいなと思ってます。ではまたお願いします。じゃあねー。